なんで iPhone で使えないんや。こんにちは、かいチャンネルのかいとです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画は D 払いの新しいサービス D 払いタッチについてお伝えしていきます。このサービスはもともとある電子マネーの ID そして Visa のバーチャルカードがD 払いの残高や電話合算払いの残高を使って支払いに使えるサービスです。しかしこのサービスはまだ iPhone では使えず Android のみのサービス提供となっています。今後より便利にお使いいただけるように順次機能を拡大してまいりますというふうにドコモはしています。で、詳細が決まりましたらお知らせしますという明記があるので、多分あくまで僕の予測で可能性でしかないんですけど iPhone でも使える日は来るのかなと勝手に思っています。まあ Apple Pay で使えたら便利かななんてそんなことを思ったりもしています。では今回は Android ので使える設定の方法について、そして後半では注意点についてもお伝えしていきたいと思います。まずは設定方法についてです。 D 払いのアプリを開いていただいて、そうすると下の項目に D 払いタッチの項目が出てきます。出てこない場合はまだアップデートがされていない状態なので、アップデートをしていただいて、そこからもう一度開いてみてください。その部分をタッチすると、設定を始めるをタッチして、規約に同意ができれば Google Pay に追加をタッチして、生体認証などで本人確認を取ります。その後 Google Pay の画面に移り、ウォレットに追加をタッチして、個人情報を入力後、電子マネーの ID が使えますとポップが出てきますので、カードの処理ができればこれで設定は完了です。で、お店で決済するときにちょっと注意点があります。まあ、お店の方に D 払いタッチでというとちょっと混乱が起きる可能性が非常に高いです。なので D 払いのタッチを使って決済するときは電子マネーの ID でということを伝えればスムーズに決済ができます。なので、まあ、これをで支払いでというのは ID でということを覚えていただければ簡単だと思います。しかしネット上ではこう、まあ、X なんかを見てると、これ間違いなく混乱起きるぞとか、ちょっと冷ややかな目でもう見られているのかなとか、なんかそんなこと思ったりもしました。では続いてネットで決済するときについてです。今回のサービスはネット上の決済で支払いを済ませるということができます。 D 払いアプリの下にあるアカウントというところからバーチャルカードというところをタップすると、カード番号が出てきます。その番号で通常のクレジットカードと同じように、Visa との加盟店で支払いができます。しかしここでちょっとまた注意が必要なのは、カードの名義というのがですね、ユーザーの氏名にはなっていません。これはドコモの方で指定された固定の名義ですよね。カードで決まっている名前での登録となります。なので一部で使えない加盟店がある場合があるので、ちょっとそこは注意していただきながら、でも大体の加盟店では使えると思うので、そこは大丈夫かなというふうに思ったりしています。今回の D 払いタッチが使える Android ユーザーの皆さん、正直僕は羨ましいなと思ったりもしています。まあ、僕も D 払いユーザーなのでよくわかるんですけど、まあ、D 払い使えるところと使えないところがあるんですよね。なので ID と Visa っていうのが使えれば本当に汎用性広がるなとは思って、まあ、僕もなるべく決済手段を多くしたくない方の人間なので、そこは羨ましいなと思ったりもしてます。そしてこの機能が iPhone でも使えるようになれば、より多くの人が D 払いたち使いやすくなるんじゃないかなというふうに思ったりもしています。でもこのサービスはもともと存在していた QR のやバーコードの D 払いの機能に加えて ID 決済、まあ、Visa の決済も使えるので、まあ、複数の決済手段があるので、これ一つで済むというところはあるのかなというふうに思います。ただ、まあ、請求先が一つになって、まあ、携帯電話の請求と支払いの請求というのが一緒になっているのも分かりやすいポイントかなと思います。しかしポイント還元は D カードの登録以外ではちょっとあんまり低めなんですよね、ポイントの還元率が。まあ、ちょっとそこは残念なんですけども、まあまあ、どれくらいかと言いますと、やっぱり 0.5% っていう、まあ、普通のチャージ式のカードとそんなに変わらない還元率です。ただしかしもうポイント還元というのはもうだけでカード作る時代でもう終わってるような気がするんですね、僕。なので、まあ、使いやすさとかそういうところも重視していって、それでポイントがまあ貯まったらいいよねっていう感覚では僕はあります。今回の動画が参考になりましたら嬉しいです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。かいチャンネルのかいつでした。バイバイ。